こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。えー、儲かれ商品探してね、えー、商品を探す、まあ、やり方というか、えー、前提というかね、えっ、ー、として、どういう人が買う商品を扱うかというのがあります。これ、単純に差額だけを見てるとね、えー、この、えー、売るべきでない人たちが買う商品を扱ってしまうと。 いうことがね、えー、たまに起こりまして、まあ、そうなるとめん,めんどくさい出来事があれこれ起こります。まあ、私がまあ、商品選びで進めるのは、まあ、販売して多少のミスがあってもクレームが来ない商品を売ると、そういう商品を扱いたい。ね、まあそんな風にサポートしてますし、えー、そういう商品がね、まあ要は自分みたいなまあめんどくせえなとね。 買ってこう、多少状態があれだけど、めんどくさいなとかね。まあ、るいはいっぱい買いすぎてね、何が届いて何が届いてないのかわかんないとか。そういうね、アホちゃうかぐらいのね、客が買う商品であれば、まあ、多少のミスがあってもクレームは来ない。だって、届かなくてもわかんないことがあるんだったらクレーム起ようがないですよね。まあ、一方、絶対避けたい商品が、最新の注意をして販売してもクレームが多い商品。 要はこういうのはあの、めんどくさい、ケチな小金持ちが買う商品。これを扱うと、まあ、えー、注意してるのにクレームが多いとか、あるいはね、注意も何も、そもそも海外で売る途中の郵送とかね、品質管理の問題で、まあ、どうやったってね、えー、多少ん、これは何だと思うような状態で商品届くことは多いです。まあ、そういう時にね、クレームがつくかどうか、これはひとえに、えー、商品そのもの、 まあそのものというか、どういう人が買う商品かによって左右されると。で、まあ、そのね、ああ、もうこういつうらに売ったらめんどくせえなというようなね、典型的な人はね、えまあ、たまたま空港で見かけたんで、まあ、それについてシェアしたいと思います。まあね、今、オーストラリア旅行してまして、まあ、ホバートから、このね、今いるアデレートに来る時の出来事ですけど、まあ、空港の お店の周り、カフェとかね、レストランの周りに、テーブルとか椅子が置いてあって、そのお店を利用する人がね、使うという形になってんるのあよくどこでもあるんで見かけると思います。その時はね、まあこのブラックカフェってところで、まあお茶飲んで、でパソコンやってたらね、まあ私が一人だから、おばさん二人が来て、オーストラリア人の一見品が良さげに見えるおばさん。 えー、ここ座っていいかと聞いてきたので OK と言った。ね、で、二人で座ったからね、誰か仲間一人が買い物でもしてまた合流すんのかなと思ったらね、全くそういう気配はなし、えー、ただ座ってめちゃくちゃ喋ってると。ね、で、まあ、近くの4人掛けのテーブル空いたらね、おお、こっちの方がいいじゃん、開いたじゃんっていう感じで映ってきました。ああ、なるほどね。私がもしかしたらパソコン開いたのは邪魔だったのかなと。 ねえー、あっちのテーブルに移って、まあ、なんか、お茶でも飲むのかなと思って、まあ、斜め前なんでね、嫌、えー、でも見れるんで見てたんですけど、全く何も買わないと。ね、で、まあ、そのテーブル空いたときにね、えー、買い物して、周りで、まあ、立ち飲みしてた人が座ろうとしたら、さっと噂に捉えちゃったと。ああ、あって感じだったんですけどね、まあ、引き続き何も買わずにね、ね、えー、テーブルにどっしり座って、えー、ずっと、 喋ってたとで、登場が始まってね、えー、飛行機に乗ったら、うん、まあなんとなくそんな気はしたんですけど、やっぱそのおぶさん二人、えー、ビジネスクラスに乗ってました。ねえー、ビジネスクラスは、まあ、乗りたいというか、 ね、エコノミーじゃなくて私たちはビジネスよって感じでビジネスに乗るんでしょうけど、まあ、ビジネスを飲むお金、まあ少なくとも何万円かは追加になるはずなんですけど、何万円かは払っても、まあお店の場所だからといって、まあ、えー、5ドル、4ドルのコーヒーだの、水だの、ジュースだのは全く飲まないと。ねえー、もう本当に、なんていうんですかね、一般的な人の感覚だとわからない。ね 一般的な人の感覚で、まあこういう場合にはね、お店の中から飲みたくもないけど、まあ水でも買っとくかと、ね、えー、水買って機内に持ち込むとかっていうのがまあ普通の、まああまりお金も貯まらないというかね、普通の人たちですけど、まあ、がっつりお金を貯めてね、あの人たちお金持ってるからって人は、得てして大体こういう生活習慣です。だからね。 えー、小金持ちが好きそうな品のいいようなもんとかね、扱うと、まあこういうめんどくさいお客さんに売ることになってね、えー、大した金額じゃないのに、あるいは安く売ってんのに、そんなにうるさいこと言うなよというようなトラブルにね、えー、巻き込まれる率が上がりますんで、まあその辺も含めてね、この商品は、正直、こういう商品がいいとね。ね で、まあ探してた、これいいですね、と。で、こっちの商品も、まあちょっとね、ややこしい人が買うんで避けたいですね、というようなことが、えー、サポートしててあるんですけど、大前提としてはね、まあ、こういうめんどくさい、ね、もう見るからにめんどくさい、こいつらう,うるせえだろうな、という人,人たちが、買う商品はできるだけ扱いたくないと。ね。なぜなら、えー、トラブルが、トラブルになる率が高くてストレスが多いからね、えー、そうじゃなくて、ね、えー、まあ、 とアホゲね。そんなにお金使ったらお金たまんないでしょうというぐらいの客がね、好きそうな商品を扱うのが、まあ、望ましいと。ねまあ、幸いにしてそういう商品を買う人代表が、まあ、私であるようなもんなんで、まあ、ああ、これ買う人はいいだろうなという商品をね、えー、基本的には進めてますんで、まあ、できるだけ、ねえー、お金持ちが、お金があれば買うんだろうとかいうね、予想じゃなくて、まあ、 はじめのうちはね、えー、こういうの買うのめんどくさいんですよねとか、まあ言うの、言う、えー、なんですかね、えー、若干のネガティブ発言があっても、まあ、こういうトラブルを避けるだけめんどくさい客に売らないためだということでね、えー、分かっておいていただくとサポートしててスムーズかなと思いましたんでね、えー、ちょっとシェアさせていただきました。めんどくさいケチな小金持ちが買う商品は扱わないと。 これはね、物を売る上でのストレスなく効率よく売るためには大原則なんで、まあ覚えておいてください。以上、天ーアカデミー堀秀夫でした。